はい、今回はですね、こちらのフレーズ、冒頭にあったようなソロですね。こちらですね、フリー・ジョー・ジョーンズの2ベースヒット、マイル・ストーンズの中から抜粋したこのフリー・ジョー・ジョーンズの、ソロインなんですけども、こちら非常にですね、テンポが速くて、今一応、楽譜上には140、原曲では書いてあるんですけれども、まあ、少し落とし目で、130で今やってみたんですけども、非常に、テクニカルな難しい方を140でやるのはかなり訓練が必要だと思います。実際ですね、こう、まあ、今の感じでこう早く見せるとこうすごい何やってるか分かんなかったり、すご技だと思うかもしれないんですが、これ、ゆっくり紐解いていけば非常に、簡単で基礎的なルーディメンツだということが、わかると思います。まあ、ここ、楽譜上には手順は書いていないんですけども、まあ、僕のルーディメンツをご紹介した動画、以前からの動画をもし見てくださってる方がいれば、まあ、非常にわかりやすいと思います。まず、ワンバーから行きましょう。これですね。これも6ストロークロールの、アクセントを最初と最後でやったものを2回。これ、まあ、バークリー音楽大学の教科書から出てきたそのままだと思います。もし、ピンときた方いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういうのも、使っていたりとか、あとスティックオンスティックですね。でこれを使って、これロールと合わせたりとか、これとキックと、で、ここのポイントなんですけども、いくら速くなっているとはいえ、こう、シャッフル、レガートで、ジャズビートでやるということ、ここを意識してみてください。例えば、2、1、ですね。で、この2ライン目だと、これですね。という、形になりますね。でここを、しっかりこう速くなっても意識してできるようになると。まあ、だいたい140までいけば、まあ、どっちかわかんなくなりますけども、ここを、ちゃんと自分の体が自然に動くまで、練習してみてください。で、最後、拍取りにくいと思うんですけども、のアーンから、こうアクセントで始まる、このストロークのアクセントチェンジですね。で、これがですね、最初、right, left, right, right から始まります。で、左から、アクセント。左からアクセントが入っての、ダブルストロークで、ここで、アクセントは変わります。右になり、right, left, right, right, left, right, right, left, left, right, right, left, left. そして右、right, left, left, right.そして左、left, right, right, left, 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 left. で、最後、シングルストロークのトリプレットが入って、あとはシングルストロークですね。といった感じ。まあ、ここはですね、この手順は、まあ、こういう手順ですよっていうのが必ずしも決まっているわけではないので、ここはですね、自分のやりやすいようにやっていただければ、いいと思います。なので、あまりこう、こだわらないというか、ここをはっきりしていないので、おそらく学習上には、書いてないと思うんですけども、まあ、こんな感じですね。で、まず、ゆっくりから行ってみましょうか。こう、スタート。こう楽譜上にもあるように、こう、starts at 41, つまり 41BPM41 からスタートしてみてくださいと。
いう感じです。なので、それぐらいこう、やっぱりしっかり固めていって、どんどん速くしていくという形ですね。というわけで、では、まあ、41はちょっともう遅すぎるって思う方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、大体、こう平均的な60から、やってみましょうと。それでは行きます。という、感じですね。いかがだったでしょう。まあ皆さん、これを、基準に、まあ、もし早くできるっていう方は早くしていただいて、まあこれでもちょっと早いっていう方はですね、もっと遅く、全然 4D1 とか気にせずに、やっていただければと思います。そんな感じで、また次回お会いしましょう。